本当にいちごほうれん草っていう名前の植物です。おはようございます。屋上ファームひろです。今日は種まきをしていきたいと思います。ストロベリースピナッチっていうちょっと一風変わったものなんですが、いちごほうれん草、本当にいちごほうれん草っていう名前の植物です。葉っぱはほうれん草、いちごみたいな形の実がなるという、もこもこの実がなるらしいんですよね。すごく楽しみです。説明書きはこんな感じ。いちごほど甘くはないらしいんですけども、うまく育てたら甘いらしいんで、ちょっと頑張ってみようと思います。それでは行ってみましょう。ストロベリースピナッチ、種が入っていました。すごくちっちゃいですね。たくさん入ってると思います。本当は3月4月ぐらいの種まきがいいみたいなんですが、私は超絶せっかち人間でありますので、今日巻いてですね、年内収穫を目指します。ほうれん草もね、今皆さん頑張って育ててらっしゃる最中なので、多分生きるだろうという、ピーナッツを撤収した時のやつですね。もう土作りは終わっています。なのでどうやってやろうかな、丸くしようかな、こうやって丸く丸く、こんな感じにしときますね。これくらい出してみました。もう十分だと思います。巻いてみよう。このように筋巻きにしました。優しく覆っていきますね。ほんと薄くで、ね、ちょっとでもかけるの厚すぎるとほんと発芽しなくなっちゃうと思います。これ、ね、シビアなんですよね、こういうの。土の表面が荒れないように注意しながら優しく水をやります。あらかじめ土の中を濡らすのを忘れていたので、しっかり水をかけています。あとは温室で大事に大事に。どんな風に育つのか今からとても楽しみです。他のお野菜たちももうこんなに大きくなってきました。また変化がありましたら随時お伝えいたしますので、またご覧ください。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。それではバイバーイ。